葉恵子です。お久しぶりです。みんな元気？私はめちゃめちゃ元気。音楽活動はおいとま中ではございますが、めちゃくちゃ充電しております。うえーい。ですね、夏を満喫してます。もう夏の終わりかけではありますけれども、はい、今日この動画を撮っているのは8月26日の水曜日です。時刻は約5時ぐらいですかね。はい、もう濃密です。今いるところは宮城県の松島です。松島の福浦橋を通りますね。福浦島におります。はい、 GoTo 県内ですね。 GoTo トラベルを宮城県で思いっきり満喫してます。昨日は、遠刈田温泉に一泊してね、客室露天風呂のついたお部屋に一人で泊まりまして、一人かよって感じですけど、一人旅が大好きなので。で、今日は昼過ぎに松島に来ました。普段ね、松島って言ったら大体こう県外のミュージシャンのお友達とかね、あの大阪とかからね、結構あの松島連れてくるんですけど、なかなかこう一人で足を運ぶことがなくて、今日はね、一人で思いっきり満喫しております。濃密で、はい、まあ、あれですね、仁王丸っていう遊覧船にね、乗って松島湾をこうね、島をこう一周する船に乗ったりとか、あとは瑞巌寺を初めて、何気にね、宮城県人なのに初めて中に一人で入った。すごいね、瑞巌寺は墨絵とか松の絵とかね、素晴らしい絵画をね、あの拝見しましてですね、なんか宮城のまた良さを一つ知ったかなって思います。で、円通にはちょっと時間の関係上ですね、もう閉まっていたので見れなくて福浦橋に来ました。ね、まあ、やっぱり一休みするのもいいもんですね。はい、なんかこう今まで私なりにね、突っ走ってきた たんですけれども、そんな大してね、あの旗から見たら頑張ってるようにこう見えてる人は見えてるのかもしれないですけど、そんなね、もう音楽はね、もう楽しんでいこうかなと思いまして、今私なりにね、いろいろ模索中です。はい、だからまあ今こう充電期間といえば充電期間ですね、本当に。さっきも言ったか、それまあいいや、とにかく充電しまくってね、深呼吸して今できることをね、しっかりやっております。まあ、やばいですよ本当に、歌も歌ってないし鍵盤すら触ってない、どうしたわし。まあね、あのここ最近はこうちょっと音楽から少し離れて、すごい運動したり、あと私あの2ヶ月前に親知らずを右の奥歯の下の奥歯の親知らずを抜いてから、食欲がすごい衰退してしまって、まあ夏の影響もあると思うんですけど、ちょっとねあまり食べれなくなりまして、昔はねもう米3杯とか平気で来たんですけど、お米はもう1日に1食で十分になってきて、でお酒もそうですね、だいたい週2ぐらいに減ったりとかして、結構ね食生活が健康的になりました。でホットヨガも行ってるんで、めちゃくちゃ体硬いんですけど、まあなんかそれのおかげでですね、でまあちょっとこの間健康診断もあったんで、
お酒をね、あの10日ほどお休みして、なんと1、2ヶ月で体重が 5.5 キロ落ちました。でもね、昨日東方温泉で久々にね、10日ぶりにビールをいただきまして、ビールと日本酒とね、あの魚とかいっぱい食べて結局少し戻ってる気がするんですけど、またね、明日から気を引き締めていきたいと思います。はい、そんな感じでですね、私はね、元気にしております。はい、ブログとかね、SNS も最近更新してなかったんですけど、でもうあのもうそういうのからね、今距離を、いろんな意味で距離を置いて生活してまして、あーリフレしてますね、すごくもうめちゃくちゃ元気ですよ本当に。なので安心してくださいね。また皆様とこの地元宮城でね、お会いできる日を楽しみにしております。もうちょっとおいてまお時間いただきますけれども、はい、もう少しね、こうパワーをね、充電しまくってね、また思い切り大放出していきたいと思いますので、また会える日までどうか皆様健康には気をつけてお過ごしください。千葉恵子でした。時は巡り、また夏が来て、流れの岸、瀬尾と行かしき森の都、あの人はもういない。あ、電車の時間大丈夫か。